フェラーリ。フェラーリもこれなんかブルーにラッピングしてあるみたいです。ラッピング。まるで艶消し塗装のようにね。クリアが飛んで劣化してこんな色になったわけではない。こう、さっき言ってたけど、なんか車高ももうちょい下げた方が良かったのにな。車高も確か下げれる機能がなんかあるみたいですね、これ。エアサスかなんかで。フェラーリ。フェラーリ。何かはちょっと、フェラーリの何かはまたちょっと後で調べときますが。なんだろうな。こういう風に何も書いてないと本当、毎回苦労するという。これマフラーはまあ、おそらく最初からこんな感じなのかな。このワイド感、半端ないね。すごいワイド。今もちろん、エンジンももちろん後ろです。これミッドシップな。フェラーリってみんなミッドシップなのかな、やっぱり。テンパーも、とりあえずタイヤサイズ見ときますか。フェラーリ。305っすね。305。30の20インチ。ラッピングっすね。ラッピング塗装。ラッピング。ラッピング。撮ってる。写真撮って。フェラーリ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 。がっつり、なんか写真撮る。写真撮る。めちゃくちゃ。フェラーリ。フェラーリの何かは